ただ駅は兵庫県川西市東ただ3丁目にある野瀬電鉄明県線の駅。駅番号は NS06。開通から1960年代まで路線は当駅付近で国道173号との併用軌道となっていたが、駅は路上から外れたところに設置されていた。当駅は少なくともボギー車導入以降には交換設備を有していたが、 1966年頃に撤去された。その後国道は移設され、その跡地を利用して、当駅付近の伏線化、専用軌道化がなされた。ただ駅ホーム構内踏切相対式に面2線のホームを持つ地上駅。改札などはすべて平野方面駅ホームの北側に設置されている。両ホームの行きは、駅北側にある構内踏切を利用する。ホームは、 大型車6両分にまで延長されていたが、2010年のバリアフリー加工時により、山下方面行きホームの有効長は5両程度に短縮された。現在の停車列車はすべて4連であるため、列車は改札のある北寄りに停車する。両ホームの中ほどに待合室が設置されている。病気線の中で上位に入る乗降客があるが、 駅舎は昔からの狭いものが使われ続けている。券売機の横の自販機が置かれている場所には、以前駅業務を兼任していた売店があった。トイレは改札口から校内踏切を渡ったところに設置されている。乗り場番号は設定されていない。ただという地名の起こりは、源の三つ中がこの地で開いた神殿から、ただとなったという説が有力だが、それ以前に、 伝伝デンデンーと呼ばれていたという古文書の記述があり底から転じたという説、近くにある大野太神社から来たという説など諸説ある。かつては当地に日本ベイリンガー・インゲルハイムの本社、研究所があったが、同社は2008年4月に本社機能を東京に移転し、同年11月には研究所を神戸ポートアイランドに移転した。残された旧社屋や研究施設は、 東洋ゴムが設備ごと43億円で買い取り、東洋ゴム研究開発センターとなっている。以下の場所は駅から 1km 以上離れている。ABCDEFGH、兵庫の鉄道全駅施設、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、146ページ。 ISBN 9長7843億4300万6745川西市統計用欄令和元年度番号から4のせ電鉄市内各駅の1日の乗降客数 AB 関西の鉄道ナンバー51 2006年生化後阪急電鉄特集2006年33ページのせ電鉄株式会社編のせ電鉄80年史 1991年、130ページ。野瀬電鉄80年市、139ページ。ABC 野瀬電気機動株式会社編。風雪60年。1970年、139ページ。野瀬電鉄80年市、365ページ。川西市バリアフリー重点整備地区。基本構想概要版。多田駅バリアフリー加工事が完成登用。 ゴムプレスリリース2012年8月10日発行 No.12762013 年秋新研究開発拠点を解説ありがとうございます。